玉貯蔵国香川漆器とは、香川県で生産される漆器である。さぬき漆器あるいは、高松漆器とも呼ばれることがある。江戸時代前半の寛永15年に、水戸徳川家から高松藩に入宝した松平よりしげが、漆器や彫刻に造形が深く、これを信仰したことに始まる。江戸時代末期、玉諸造国は、大陸伝来の長室、金馬、ありなどの研究から、 独自の技法を創案し、やがて、香川湿芸の礎を築き上げた。現在では、長室金馬、有清後藤塗り、造谷塗りの五つの技法が、国の伝統的工芸品に指定されている。代表的な作家に、人間国宝の磯井女身、恩丸行動、磯井正美、大田友、山下義人らがいる。後継者育成施設として、 香川県出芸研究所や高松工芸高校があり、多くの著名な出芸家を輩出している。金馬とは漆を塗った地の面に剣と呼ばれる彫刻刀で文様を彫り、その彫り口に色漆を埋め、平らに研ぎ出す技法である。一種の漆の造眼である。彫りには、千彫り、天彫りなどがあり、剣には、丸剣、角剣などがある。漆の面を彫って造眼する点でチンキンと似るが、 真菌が全ての文様をセンりした上で、掘り口に金粉や金箔をまわたなどで押し込むのに対して、金までは色に応じて掘り分け、ヘラや筆などで色漆を平らに研ぎ出す点が異なる。調湿とは、器の表面に漆の層を何層も厚く塗り重ね、この漆の層を掘り出して、美しい模様を作り出す技法の総称である。発祥は中国で、唐の時代からあったと言われる。 三色を塗り重ねて、濃淡を出す技法と、二色以上を塗り重ねて、色彩豊かな模様を作り出す技法があるが、特に、香川漆器では、多色の重ね塗りにより大変色彩に富むものも、作られてきた。厚く塗り重ねるために、時には漆を100回以上も塗り重ねることがあり、塗り重ねるためには、下の層が乾くまで待たなければならないため、製作に大変時間がかかる。 漆を塗り重ねるための長い時間と、わずか数ミリの漆の層から色を掘り出すための刀の一瞬の技法が組み合わさることによって立体感のある作品が生み出される難易度の高い技法である。有りきは漆を塗った地の表面に色漆で文様を描き、色漆が乾いた後、その輪郭や細部を剣で線彫りする技法である。掘り口のオーブに何も入れない場合と、ロイロや、 金彩などを施す場合がある。有りきは、存世ともかくが、名称の由来は、はっきりしていない。日本伝統工芸鑑賞の手引き日本工芸会、1987年。ありがとうございます。